そのワグナーが、まあ、一つシュリッターというところの穴埋めを期待されているピッチャーだと思いますが、今シーズンの2試合目の登板になっていきます。速いボールでロメロ4番、誰が取るんだ、真ん中に落ちた。今本当野手のど真ん中に落ちるという形になりましたが、これは平井さんどう、打球的には本当にど真ん中に落ちたんですね、はい、セカンド、ショート、サード、ファースト、ピッチャー、はい、で基本的にはピッチャーを取らないので、まあ、ファーストか、ね、ここまで来たらファーストかサードなんですけど、はい、まあ、みんな4人とも誰か取るだろうと思っちゃったと思うんですね。だから本当珍しいプレーなんですけど、はい、そうですね、まあ、だから最初に誰かがオーライって大きく声をかけるべきでしたよね、はい、ですね、一番初めにね、はい、うん、誰というわけではなく、まあ、でもミスはミスですよ、もちろんミスですよ、内野手もミスなんで、記録は2ベース。でね、その打球をピッチャーが取ったんで、ピッチャーの二塁打になるんですよね。そういうことですよね。本当に珍しいですね。珍しいですね。